こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人のロンティーナンバーワン決定戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。実はですね、このテーマって今までいろんな動画撮ってきましたが、初めてなんじゃないのかなと思います。ちなみに皆さんはロンティー好きでしょうか？僕はというとですね、めちゃくちゃ好きではないんだけども、割とこう定番的によく使うような地味なアイテムだなというイメージなんですね。まあ、僕もよくロンティー着るんですね。で、今もですね、実はこちらスウェット着ていますが、その内側にですねロンティーを着てるわけなんですけども、まあ、正直ロンティーをですね着こなしの主役にするようなことは僕はほとんどないというか、まあないですね。もう言い切ってしまうとないんですね。あくまで重ね着のベースでロンティーを着て、その上にですねスウェットだとかニットだとか、あとはパーカーだとか、そういったものをですね着ることが多いので、割と見える範囲は狭かったりするんですね。まあ場合によってはですね、ロンティーの上にカーディガンだとかジャケットだとか着ることもあったりするんですが、まあ、あくまで脇役的な存在なんですね。で、ロンティーにも本当にいろんなものがあって、無地の白があったりだとか、あとはカラーバリエーションも豊富だと思いますし、中にはプリントも入ったものがあったりするんですが、まあ、今回はどういったロンティーを比較しようかと言いますと、まあ、後ろにも並んでる通りこちらですね。僕も普段使っているような重ね着のベースとして使いやすいのは白無地のロンティーかなと思うんですね。まあ超シンプルで使い勝手がいいんですが、本当にいろんなブランドから白のロンティー出てますので、それぞれですね比較をしながら、まあどれが使い勝手がいいのかなというところで、独断と偏見でですねナンバーワンを選んでいきたいなと思っています。ちなみに今回比較するのはですね、僕らにとって身近なユニクロ、そして無印良品、さらには名作の呼び声が高いですねヘインズ、そしてちょっと価格帯は上がりますがセレクトショップのオリジナルからビューティー&ユースを選出しまして、まあそれぞれの特徴の違いですね、まあいろんな項目で比較をすることができるかなと思うんですが、僕の中での大切だと思っている点がいくつかあるので、まあそのあたりを含めてしっかりと解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひよかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、実際に白のですねロンティーを着比べながら、皆さんにですねそれぞれの良さだとか、どういった点に違いがあるのかをですねしっかりと解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあまずですね着てみて実感したのは、白の無地のですねロンティーは1枚じゃなかなか様になりづらいなというところですね。まあ1枚で着ることはもちろんできるようなものを皆さんにですね今回ご紹介したいなと思ってるんですけど、やっぱり白 T だとかデニムだとか超王道的なアイテムというのはイケメンかどうかだとかスタイルがいいかどうかに大きく左右されるので、まあなかなか様になりづらいかなとは思うんですが、まあそういった点も含めて見ていただきたいなと思います。まず一番最初にですね、僕が着てるのはこちら、ユニクロ U のですねエアリズムコットンクルーネック T シャツですね。これの長袖バージョンということで、割とここ最近出たものになっているんですね。まあ、皆さんもご存知の夏の大定番、ゴム袖のユニクロ U T シャツというところの、まあ、ロン T バージョンとして出たわけなんですが、これ完成度はですねめちゃくちゃ高いです。ユニクロにもいろんなロン T があるんですが、今回こちらをですね選出をさせていただきました。今回ご紹介する4枚の中でも割とですね完成度が高くて突っ込みどころがないのが、まさにこちらの T シャツになってるかなと思います。まずはサイズ感から見ていきましょうか。身長164センチ53キロの僕で、今回着てるのは全て M サイズになります。一番ベーシックなサイズかなと思うんですが、フィット感としましてはユニクロ U ということだけあって、通常のユニクロよりは少しゆとりがあるんですが、かといって大きすぎないようなバランスになってるかなと思います。身幅もですね決してこう太すぎる感じはないかなと思います。着丈もそんなに長くないのでプレーンで使いやすいですね。適度に今っぽいサイズ感になっているのが個人的にはバランスがいいなと思いました。デザインディティールで言うと、まあ、本当にシンプルなんですが、結構特徴的なのがこの首元のリブですね。このあたりはすごくですね T シャツの差が出やすいポイントかなと思います。このリブの太さですね、この印象だとか、あとは首周りのフィット感もすごく大事で、ここのフィット感次第で重ね着した時にこの白 T が見える分量が変わってくるんですね。後ほど重ね着もお見せしたいなと思うんですが、
ここが浅いか深いかもすごく重要かなと思います。で、ユニクロ U はですね、このリブが割と強めの印象なんですね。これは好みが分かれると思うんですね。リブが割とこうシンプルな細い感じの方が好きという方もいれば、割とこう存在感があるものの方が、白 T みたいなものは地味に見えがちなので好きだという方もいらっしゃるかなと思うんですが、個人的にはやや太めかなという印象で、ドンズバで好きというよりは少し主張が強いかなという感じはします。まあそれ以外はかなりプレーンなデザインになってますが、横から見た時のここですね。その部分にですね、スリットが入っていまして、ちょっとしたアクセントになってるんですね。そういった面ではですね、1枚で着てもちょっと様になるような T シャツになってるかなと思います。で、素材感なんですが、今回ご紹介するものの中では、最も着心地がいいですね。コットンとポリエステルのコンボになってるんですが、さらりとした素材感、エアリズムらしさがしっかりと溢れていますね。あと内側のですね、肌の接地面はさらにツルツルなので、快適そのものですね。このあたりは、今回ご紹介する T シャツの中でも、ダントツナンバーワンかなと思います。そして価格が1990円というところで、まあめちゃくちゃ買いやすいんですよね。そういったところを見ていくと、一着目にしてこれが最強なんじゃないのかなと思ってしまうぐらいですね、完成度が高いんですが、この上にですね、重ね着ですね、僕がよく動画の中でご紹介するのはニットなので、ちょっと上にですね、ニットを着ながらこの首元のバランスですね、どれぐらい見えるのかをちょっと見ていきたいなと思います。はい、ということで、ロンティーの上にですね、丸首のニットを重ねてみました。今回着てみたのはですね、今季のビューティー&ユースの丸首のニットになるんですが、襟元の深さに関しては、浅すぎず、深すぎずのですね、まあ、中間的なものをですね、あえて着ています。その下に先ほどのユニクロ U のエアリズムコットン、クルネック T シャツを着てるわけなんですが、ちょっとだけ覗いてるの分かりますかね。だいたいですね、5ミリぐらい首元からですね、白 T が見えていまして、このバランスもですね、決して悪くないかなと思います。ユニクロ U の T シャツ自体はですね、割と首元はですね、フィット感高めかなと思います。最近ですね、ロン T とか T シャツもサイズ感、ボディがですね、ゆとりがあるものが増えてきてるんですね。その流れに応じて、やっぱり首元も緩くなっちゃうものが多かったりするんですが、そうなるとですね、やっぱり大人世代だと、ちょっと首元隠したいなだとか、ちょっと首元が緩すぎるとだらしなく見えたりするので、個人的にはもうちょっとフィット感高めたいなっていうのがあったりするんですが、ユニクロ U のこちらの T シャツに関しては割とフィット感しっかりとしてるので、そういった点でもかなり使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。このあたりのですね、見え方の違いはすごく重要なので、ぜひ皆さん覚えておいてください。まあ、ユニクロ U だとこのような形ですね。非常に見え方としてはいいかなと思うので、1着目ユニクロ U の T シャツもぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目は無印良品の洗いざらし太番手長袖 T シャツですね。こちらを着てみましたが、いかがでしょうか。先ほどのユニクロと比べると、まずはサイズ感ですね、少しコンパクトな感じがしませんか。特に身幅に関しては着る時からですね、だいぶ違いがありまして、結構無印良品の方が細身ですね、より定番的なベーシックな身幅になってるかなと思います。ユニクロ U の方がその点ですね、トレンド感がしっかりと詰まったようなサイズ感のイメージですね。肩のラインなんかもユニクロ U の方がちょっと落ちていましたので、よりベーシックな見た目になるかなと思います。裾にもスリットは入っていませんし、首元のリブに関しても割とベーシックで、ユニクロ U に比べると癖がないので、この首元の感じは僕は無印良品の方が好きかなというふうに感じています。そして素材の感じなんですが、やっぱりこうユニクロ U に関してはツルッとした上品な仕上がりになってたんですね。クリーンな感じの雰囲気でしたが、無印良品に関してはちょっとこう洗いざらしたような感じで、コットン 100% の割と男らしい風合いと言いますか、ちょっと武骨な感じの風合いになってまして、このあたりは好みが分かれるんじゃないのかなと思います。綺麗め志向の方にはやっぱりユニクロ U の方がいいかなと思うんですが、まあ、コットン特有のこの味わい深さみたいなところを感じるのであれば、結構無印良品のこの感じも嫌いじゃないという方少なくないかなと思います。個人的には割とこの感じは好きです。ただ着心地の面で言うと、サイズ感との兼ね合いもあるかなと思うんですが、つるっと着れて、なおかつ少しゆとりのあるユニクロの方が、やっぱり着心地は上かなと思います。で、表面のシワ感みたいなとこですね。これもですね、味わいとして捉えることもできるんですが、より綺麗な感じで見えるのはユニクロになってくるんじゃないのかなと思います。価格面がですね、2990円ということで、これもまた結構買いやすいと思うんですね。ただユニクロと比べると1000円の違いがあるんですね。1990円と2990円の1000円差っていうのは、結構でかいかなと思うので、その点も含め
めて優位性がどちらにあるのかというところはよく検討した方がいいかなと思います。1枚で着るんだったらユニクロ U がいいかなと思うんですけども、まあ、今回は結構重ね着で使うことも多いというところも考えると、割とですね首元のフィット感だとかネックの部分のですねこの太さだとか、あとは素材の感じですね、つるっとした感じの方が1枚でした時には着映えするんですが、重ね着の時には割となんでもないコットンの方が僕はバランスがいいなと思ったりするので、重ね着した感じがどうなのかもですね、先ほどのニットを着ながら皆さんにお見せしてみたいなと思います。はい、ということで重ね着をしてみましたがいかがでしょうか。やっぱりですね T シャツ単体で見てみるとそんなに違わないよねと思いつつ、結構違いあるんですよ。先ほどのユニクロ U に比べると白 T の見えてる分量はこちらの方が圧倒的に多いんですね。多分ですね、先ほどは感覚的には 0.5 センチぐらい見えてるかなというところだったんですが、こちらの無印に関しては1センチぐらいは見えてるかなと思ってまして、より首元のフィット感もですね、ユニクロより高めなんですね。それはもうボディのフィット感もコンパクトなので、それに合わせて首元もちょっとこうコンパクトにフィット感高めになってるんですが、重ね着した時にもう首元にですね、シワが入らずに綺麗にフィットするのは無印良品かなと思います。見える分量としてはちょっと大きすぎるかなとも思ったりするんですが、まだ今回初めて着る感じなので、ここから着用してくるとどうしても首元は少しですね伸びたりだとかよれてくるので、それを考慮するとこれぐらいのフィット感あった方が個人的には嬉しいなと思ってまして、重ね着をした時の見え方は正直先ほどのユニクロ U よりもこっちの方が好きだなというふうに感じましたが、皆さんはいかがでしょうか。これやっぱり重ね着してみないとわからないもんですね。なかなか評価が上がってきたので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はヘインズの名作と呼ばれているビーフィーロングスリーブ T シャツですね。価格は2860円ということで、まあ、無印良品とそこまで変わらない価格帯になっています。まあ、ヘインズといったら白 T の名門中の名門でファンが非常に多いブランドかなと思います。まあ、ベーシックな白 T が多いんですが、ビーフィーはその中でも非常に人気が高くて、白 T 愛好家の中では結構ファンが多いですね、シリーズになってるんですね。ちょっと肉厚な白 T って言われてるんですが、今回着た T シャツですね、先ほどユニクロと無印良品を着ましたが、割とですね厚みに関してはそこまでこうしっかりと厚いというよりは無印良品ほどは厚みはないかなと思うんですね。でビーフィーってちょっとこう武骨な感じと言いますか、もっとゴリッとした感じかなと思っていたんですが、実は無印良品と比べるとさらりとしていて肌触りも気持ちがいいんですね。むしろ上品さを感じるようなタッチになっているのがちょっと意外な感じがしましたね。着比べていく中でこの素材の質感っていうのも結構違いがあることに改めて気づいたんですが、着心地の良さとか肌触りの良さで言ったら、まあ、ユニクロ U のエアリズムコットンが1番で、2番がこのビーフィーかなと思いますね。結構気持ちがいいです。コット 100% でこの感じっていうのはなかなかいいなと思いますね。で生地の厚みもですね、厚すぎずにちょうどいいなという感じですね。続いてサイズ感なんですが、割とですね今回選んだ3つの中でもちょっと癖があるなと思ってまして、割とジャストサイズなんですよ。肩もですねここにラインがあってジャストなサイズで、丈がちょっと長めの感じがしますね。ユニクロや無印に比べて縦長ですね、細長くてちょっと丈も長いような印象になってまして、このあたりはですねちょっと1枚で着るには肌着感が出るというかインナー感が強いなという感じがするので、好みは分かれるかなと思います。個人的にはこれタックインとかしてきた方が絶対バランスがいいなと思うような丈感なので、ちょっと出して着るにはですねやや難しさを感じるようなそんなバランスになってるかなと思います。で首元のフィット感なんですが、先ほどの無印よりはですね強めではなくて割とベーシックな感じかなと思います。1枚目のユニクロ U に近いぐらいかなと思ってまして、リブの太さもですねこれもねやや太めと言いますか、そんなにスッキリとしてる感じではなくて少しだけ特徴的かなと思いますが、ユニクロ U ほどではないというところですかね。非常に肌触りがいいんですが、サイズ感だとか細かなディティールを見てみると個人的にはナンバーワンにはちょっと上がってこないかなという感覚はしていますが、この後ですね重ね着をしてみます。重ね着をすることで評価がぐっと変わることもあるので、上にニットを重ねてみたいと思います。
はい、上にニットを着てみましたが、いかがでしょうか。予想通りですね、最初のユニクロ U の T シャツと同じぐらいの見える分量ですね。だいたい 0.5 センチぐらいですね、見えてる感じなので、フィット感としては、まあ割とバランスがいいんじゃないのかなと思います。無印良品に比べると、やっぱりちょっとフィット感は少しゆとりがあるので、心配なのは洗濯した後にですね、どれぐらい見えるかなんですが、まあビーフィーはそこまでですね、首元よれないって言われているので、そのあたりは安心感はあるかなとは思うんですが、個人的にはもうちょっとフィット感が高い無印の方が、首元の感じとしては好きかなと思います。でもこちらの T シャツに関しても1枚で着るよりは確実にですね、重ね着のベースとして着た方が明らかにバランスがいいかなと思いますし、ビーフィーを選ぶときには丈ちょっと長めの可能性があるのでタックインが必須なのと、ちょっと今っぽく着るのであればワンサイズ上を選んだ方がいいのかなと個人的には感じていますが、重ね着のバランスとしてはなかなかいいかなと思うので、こちらもぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト4点目ですね。ビューティー&ユースのオリジナルとなるですね、10オンスヘビーウェイトロングスリーブ T シャツですね。価格が7920円ということで、今回比較する中でドンと高くなりますね。結構これまでのユニクロ、無印良品、ヘインズというところが2000円から3000円ぐらいのレンジだったので、それに比べると倍以上になってくるので、かなり価格差は感じるかなと思うんですが、ビューティー&ユースの中では結構人気シリーズの T シャツなので、今回初めて買って着てみました。まずはですね、サイズ感なんですが、割とですね、ゆとりがあるんですね。一番最初に着たユニクロ U のエアリズムコットン T に比べても少しゆとりがあるぐらいですね、身幅が結構たっぷりめです。着丈はですね、そんなに長すぎるバランスではないんですが、やはりですね、ちょっとワイド感のあるような仕上がりになっています。身長165センチ53キロ僕が着てもですね、ちょっとゆとりがあるんですが、1枚で着ても様になるようなベストなバランスのサイズ感になってるかなと思います。ここはさすがだなと思いました。圧倒的に1枚で着ていて堂々としてられるのはこちらの T シャツだなと思うので、これだったら僕は1枚で着ていてもいいと思いますし、あとはカーディガンを着たりだとか、割とこう T シャツが前面に見えるような雰囲気でもかなり着映えするようなバランスになってるかなと思います。サイズ感ってそれぐらい重要ですね。特に1枚で主役として着る場合にはサイズ感すごく重要になってくるかなと思うんですが、完璧なサイズ感だと思います。で、素材の質感に関してはちょっとヘビーウェイトのコットンということで、着心地がめちゃくちゃいいかといったら、今回比較する中では決して良い方ではないと思います。この点はユニクロが圧倒的にいいのと、あとはヘインズのビーフィーも結構肌触り良かったので、そのあたりに比べるとやや劣るかなという印象で、無印良品の T シャツとビューティー&ユースの T シャツは結構同じような男っぽいですね、コットンのザラッとした感じも含めて楽しめる一枚になってまして、これもですね、やっぱり着込んでいくうちにだいぶ風合いは変わってくるかなと思うので、徐々に育てていくような感覚かなと思います。一方でユニクロ U の T シャツとかは基本的には一番最初の状態が綺麗で、そこからまあこなれてくるというよりは徐々にまあ劣化していくようなイメージですね。それは洗濯のためにどんどん劣化していくというのはどうしても避けられない点なんですが、割と無骨な雰囲気の T シャツって着込んでいくたびにちょっとこう味わいが出てくるので、そういった面ではですね、プラスに働くかなと思います。で、首元のリブなんですが、やや太めなんですが、デザインの雰囲気としてはすごく合っていて何の違和感もないんですね。このあたりは非常にバランスがいいなと思います。そして違いとしてすごくお伝えしたいポイントがあって、色味なんですよ。白と言っても実はですね、本当の真っ白っていうのはなかなか断言するのが難しくて、白の中にもちょっとこう黄みがかったものもあれば、ブルーみがかったものもあったりするわけなんですけど、このビューティー&ユースの T シャツに関しては結構白の中でもちょっと青みがかったようなホワイトになってまして、より清潔感が高い印象なんですね。ちょっと比べてみるとわかるかなと思うんですが、まあ無印良品の T シャツと並べてみるとわかりますかね。ちょっとこちらの方が黄みがかってるんですね。そしてビューティー&ユースの方が白の中でもちょっと青っぽい感じになってまして、これは好みです。個人的にはちょっと黄みがかったホワイトよりは青みがかったホワイトの方が清潔感が漂うし、パキッとシャープな感じがするので、こっちの色合いの方が好きなんですね。そのあたりは結構好みが分かれるところかなとは思います。で、割とやっぱりこれは生地が厚めでもあるので、そのあたりも体のラインを拾わないという感じで、
なかなかバランスがいいかなと思います。まあ、最大のネックとなるのは価格ですね。今回比較する中では最も高いというところは、まあ、ネックになってくるかなと思うんですが、1枚しっかりとしたロンティーを持っておくという意味では、かなりこれはバランスがいいなというふうに実感をしています。1枚で着てもしっかり主役級のアイテムになるようなロンティーですが、重ね着するとどんな見え方になるのか試してみたいと思います。はい、ということでニットを重ねてみましたが、いかがでしょうか？首から見える分量で言うとですね、だいたい1センチ弱ぐらいですね。無印良品よりは少し見え方の分量は少ないですが、ユニクロ U やヘインズに比べるとちょっと見える分量は多くなってくるので、首元のフィット感としては緩すぎないバランスになってるなという印象ですね。割とボディサイズが大きいと首元も緩くなる傾向があるんですが、そのあたりが割と大人っぽくまとまってるのが、なかなかバランスがいいなと思う点で、結構そういった T シャツって探しても少ないんですね。なのでちょっと重ね着したバランスもなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。皆さんこれは好みにもよるかなと思うんですが、個人的には一番分量がいいなと思ったのがビューティー&ユースかなと思うので、まあ、ぜひこの点も含めてチェックしていただければなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人のロンティーナンバーワン決定戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、いろんなブランドを着比べてみたわけなんですが、同じ白のロンティーで同じサイズなんですが、着てみるとやっぱり違いが大きく分かれるわけなんですね。価格帯もユニクロの1990円からビューティー&ユースの7000円台まで本当に幅が広かったんですが、それぞれの違いっていうのは着比べてみると結構明確にあるので、僕自身もすごく新鮮な気分になりました。ここでもう結論をお伝えしたいなと思います。まあ、今回いろいろと着た中でどれが個人的なナンバーワンだったかというと、価格帯はちょっと高いんですが、やっぱりビューティー&ユースのロンティーですね。これがめちゃくちゃ良かったです。高けりゃいいっていうものではないんですね。もちろんですね、ロンティーと言ってももっと高いものもありますし、ビューティー&ユースと同じぐらいの価格帯のものでも選択肢ってかなりたくさんあるんですが、それらの全てが今回比較した4つの中で最強かというとなかなかそうもいかないと思うんですね。ビューティー&ユースのこちらの T シャツに関しては先ほどもお伝えした通り1枚で着ても様になるんですね。少し緩めのサイズ感で地厚で T シャツなんだけどもしっかりと着映えするような雰囲気になっているので、このあたりは完璧ですね。そして重ね着をした時の見え方までもバランスがいいので、これはですね結構使える季節だとか用途が広がるんじゃないのかなと思います。ですので大人が着るロンティーとして主役として持っておくのであれば、ビューティー&ユースの T シャツはかなり使い勝手がいいなと思いました。痩せ型の方から普通体型の方、ちょっとぽっちゃりめの体型の方までサイズ感にゆとりがあるのでかなり似合いやすいかなと思うので、こちらの T シャツを今回ですね最強の1枚として選んでいきたいなと思っています。ただそれぞれの良さというものがあって、全体的な価格も含めたバランス感で言うとやっぱりユニクロ U ですね。この T シャツはすごかったですね。まあ、着心地の良さはナンバーワン、サイズ感は2位かな。サイズ感で言うと2位ですね。ビューティー&ユースに次ぐ雰囲気かなと思ってまして、あとは重ね着した時の見え方もちょっとつるっとした感じですね。このあたりで言うと、まあ、そこまで高くなかったかなという印象ですが、見え方の分量としては悪くないと思います。あとは価格帯ですね。これだけバランスが良くて最も安いんですよ、今回ご紹介した中で。それを考えるとやっぱりトータルバランスで言うとユニクロ U がすごく使いやすかったかなと思うので、皆さんにも自信を持ってお勧めしたいなと思います。で、結構無印良品の T シャツに関しては着心地はそこまで良くないし、フィット感も割とタイトなので1枚で着た時の着映えはしないと思います。ただ重ね着の時の首元のフィット感っていうところで言うと、僕はユニクロ U よりも無印の方が上かなと思うので、これはこれで僕は2枚ぐらい持っておくのもいいのかなと思ってるので、個人的にはビューティー&ユースの T シャツを2枚ぐらい持っておいて、あとはサクッと着れるような無印の T シャツですね、このあたりも用意をするとバランスがいいかなと思ってまして、何枚か買い足したいなと思ってます。まあ、BB に関してはちょっと体型にもよると思うんですね。僕のですねちょっと小柄な体型には着丈がちょっと長いなという印象があったので、サイズアップしてゆとりを出すっていうのもなかなかしづらかったので好みが分かれるかなと思うんですが、痩せ型でちょっと高身長の方なんかには着丈のバランスで言うとすごく相性がいいんじゃないのかなと思います。まあ、こんな形で白のロンティーでもですねだいぶ違いが出てくるかなと思うので、ぜひ皆さんも今後の参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと2向けの専門
ブランドに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしてますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間のない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では写真と文章ベースでおすすめのアイテムやコーディネートの解説をほぼ毎日投稿してますので、こちらも気になる方はぜひ概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。